バイは幼者討伐軍に参加してからずっとある人物を探し続けていた。王位という女性である。王位はかつての世界で義の参謀を務めた才女であった。この世界に飛ばされてからその所在は不明となっていた。世界の危機を前にして芝居はその能力を求めたのである。やがて幼者が出現してしばらくの後、芝居のもとに王位の所在がもたらされる。平清盛の妖術に操られ、長篠の地で馬超を攻めているという。迂闊なやつめ、芝居は毒づきながらも王位の心を救うため長篠へ向かった。どこへ消えたのかと思えば、清盛の妖術に操られていたか。迂闊なやつめ、術で操られている。どうしてそう思うの？王位、馬超への復讐に囚われた女、話には聞いているの？復讐のために清盛についた、そう考えるのが自然でしょ。ふん、奴は支援に身を落とすようなボングではないはずだ。彼女の心を縛るものが何である。これ以上孤独な戦いをさせられません。きっと悲しみで心が壊れてしまうから。王位の際、無意に散らすには惜しい。ルーツン、妖術より解放し、取り戻す。ルーツン、行くわよ。清盛様のために。やすやすと心を縛られよう。バカめが、目を覚ませ。釣られてなお敵を追い続けるの。あの方に心を縛っているのは妖術。それともバカめ、死ぬの？清盛を討たのが術。清き清盛。まあいい、清盛は必ずここに来る。奴が来る前に戦線を立て直せ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。消えてる。終着至極に存ずる。
我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。おお、完封つかまつったり。お聞きください。世界の全てが変わろうと、心を砕かれ縛られようと、私の望みはただ一つ、お前の首を。ジェリオの死神、すでに妖術は解けているな。その上でなお人と戦うというのか。俺は今世界の命運を背負っている。ここで撃たれるわけにはいかん。知ったことではない。お前への復讐が私の全て、世界なのだから。せいぜいあがくがいい。何を見ている。私の目に映るのはただ一人、憎き仇の姿だけ。素敵ね。復顔を果たしたあなたはどうなるのか。憎しみが生み出せない悲しみだから、あなたの目はそんなにも悲しい。探したぞ。私たちと一緒に行きませんか。悲しみは少しは薄れると思うから。脆い相手だったな。戻れ王位。その際無駄に費やすな。どれほど世界が変わろうと、私の望みはただ一つ、一族の仇、馬長の首のみですが、この後に及んでもなお支援にとらわれる愚者でいたいとは思いません。世界が落ち着きを取り戻すまでの間だけ、仇と靴輪を並べる屈辱に耐えましょう。